すいません、ちょっと通してもらっていいですか。え、高藤君、空気読んで。今地頭が繰り広げられてるから。なんだお前ら。あんたらの邪魔はしないから通してくれないかな。いや、お前らにも付き合ってもらおうか。俺の弟子たちはポイントが溜まってなくてな。戦うだけ無駄だよ。二人合わせて確か今6ポイント。だったら戦わなきゃダメだろ。俺らはポイントを集めるつもりはないんだ。俺はこの試練をゲームとして楽しんでる。ゲーム放棄は見過ごせねえな。君は？私はお前たちがどうしようと構わない。すでにポイントを集めている。3対3ならちょうどいいじゃないか。こいつらに勝てたらここを通してやるよ。そっちのウサギがシロ、大きい方がゲラルダ、ちっこい方がエマだ。高藤君の交渉力に多大な疑問があるんだけど。何この状況、おかしい。あいつ自信満々で人の話とか聞かないタイプだよね。お前たちも災難だな。後から来た二人がウサギと同等以上なら勝ち目はほとんどないと言っていい。そうそう、シロが一番弱いからな。頑丈にはしてあるけど戦いは素人だ。エマは剣術、ゲラルダは魔法が専門だ。ああ、ハンマの女とそっちの娘はキープで、状態は問わないが生かしてはおけよ。じゃあ男の子だけ殺すのです。イケメンは死ねって俺は常々思ってる。了解しました。高藤君。死ね。な、じゃあ通ってもいいよね。このまま通すわけ。嘘つき。Nothing left.